WBC 応援団杉谷健志です。中島さん、ご挨拶させてください。中島さん、楽しくてしょうがないです。やっぱ野球っていいっすね。こちらについてよろしくお願いします。社長、翔平のインタビューを一番最初に取れないとやってるみたいな。僕普通のボールでも滑ってたぐらいだったので笑いすぎだよ。皆さんこんにちは。 WBC 応援団杉谷健志です。今回はここ宜野湾に侍がいるということでね、今日は横浜取材始めていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、間もなく WBC 開幕というところで、はい、まあ、TBS の応援団ということで、はい、どう盛り上げていきたいとかありますか？もう本当野球っていうことをね、世界中にこう広げたいっていう思いは変わらないので、なんだかこの WBC をきっかけにもっともっとこう野球をする子どもたちが増えればいいなと思っていますし、なんかこう選手たちが本気で取り組んでいる姿をこう、ね、ちゃんと伝えることができればいいなと思っています。注目選手でいうと、いや横浜注目選手いっぱいいますよ、もちろん。若い選手ですごい覇気のある選手が多いなという印象なので、まあ、その中でもやっぱ牧選手は、まあ、大学卒業してすぐレギュラー掴んで、やっぱ今もいきなり日本代表ということになりますけど、まあ、おそらく中軸打つと思うので牧選手は注目したいなと思ってます。じゃあ見てみましょうか。安明もいるんですけどね。いますね。安明はね、何してるんですかね。帝京の後輩なんでね。安明練習サボってんじゃないですか。いやいやいや、どうなんですかね。もう入るといいですね。安明なんて言えないですからね。山崎選手って言わなきゃいけないですからね。写真撮りますか。写真お願いしてもいいですか。はい、ぜひぜひ。すいません。おいね。すいません。はい、チーズ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今から、現場レベルで初めての野球観戦、他球団の野球観戦行きたいと思います。行きましょう。行きますよ。マスクもして、そうっすね、近づきすぎず離れすぎず。マキちょっと大きくなったな。まあ、近くで見たらすごい大きいイメージはありましたけど、今遠くから見てもやっぱ大きいですね。 WBC 組はいつも以上に早く仕上げなきゃ、2週間早く仕上げなきゃいけないので、調整だいぶ変わると思いますね。ラスカダマサ、次はです。超有名人になっちゃう。やめてください。そんなんじゃないです。芸能人になっちゃった。やっぱ方向性見失い、見失い。ことも、もう2億ぐらい稼いで。候補の人全然ついてない。呼んできてくれてる。はい、頑張らせてもらってます。本当に頑張ってます。はい、よろしくお願いします。あ、太田選手がいますよ。太田選手が。大使。太田さん。あ、ファイターズでも。そうなんですよ。同い年なんですよ。怪物みたいな体になったな。レスラーの体。レスラー。あ、目立ったね。あなた体が人よりでかいの目立ったね。杉谷です。誰も知らない、誰も知らない。杉谷だいぶでかくなったね。ほらほらほら、ほら杉谷、杉谷。いやいや、杉谷さん、お誕生日もおめでとう。お誕生日じゃないですか。お誕生日よ。知らないです。言っとく言っとく。ありがとう大使。ありがとうございます。すごいね。これ行きますか。体化け物だよね。もう歩いてくる時から体でかすぎるでしょ。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、マキ選手、お疲れ様です。おめでとう。いや、なんか気分のないです。おめでとう。ありがとうございました。お疲れ様でした。生活をずっとテレビ出てました。いやいや、ありがたいことですね。こちら、牧選手に、来ていただきました。はい、今までのキャンプとまた、WBC で少し期間が早くなると思うんですけど、はい、過ごし方、今、いかがお過ごしでしょうか。そうですね、すごく充実した毎日を続けるんですけど、はい、
やっぱ実戦が、シーズンが1ヶ月早いということなので、ちょっと準備が早いのでやっていこうかなと思います。そうですね、今もう手を見た時に、バンテージ巻いてる、ね、やっぱりこう打ち込んでるんだなってすごく印象的なんですけど、今回 WBC を選ばれるにあたって、はい、栗山監督からはどのようなお言葉をいただいたのか。はい、直接電話をいただいたんですけど、はい、ポジションとかではなくても、自分がやれることを精一杯出しきってくれて、あとは、準備が早くなったので、気をさせて、それでも準備を十分にして、来てくれてるということでした、はい。まあ、いろんな選手がいる中で、この選手にこんなこと聞いてみたいなとか、なんか牧選手でもやっぱそういうのがありますか。大谷さんとか、鈴木誠也さんとか、メジャーリーグから聞いてくださるので、そのバッティングのことが、すごく気になるなと思います。今の発言だとメジャー志向ということで、はい、違います。あ、違いますね。あ、僕らで生放送なんでね。あ、すいません。どうした。めっちゃ難しくない。打席数絶対確保できないですね。難しいっす。慣れないですよ。いや、だってさ、このままさ、いつもシーズン入るまでさ、オープン戦でさ、50、はい、60打席ぐらい経ってさ、ますね、はい、言うけどさ、もう20ぐらいだもんね。すごいよね。いや、未知数ですね。未知数だよね、はい。改めて、WBC に向けて、はい、牧選手の意気込みを聞かせていただければなと思います。はい、もう本当に小さい時から見てた大会ですし、まあ、選ばれたからには世界一を奪還するしかないと思います。まあ、自分の出せるパフォーマンスを全て出し切って、世界一取って帰ってきたいなと思っています。どうですか、杉谷さんが初めて今日取材で、はい、インタビューとして来られてるんですけど、印象というか。そうですね。もう自分野球やってる姿とテレビで見てる姿、まあ、でもこうして話せるのはすごくいい機会だなと。いいよ、これかしこまらなくてやめてください。かしこまらないで、本当に素晴らしいです。TBS の WBC 応援団ということですが、はい、どういう応援をされるんですか。いや、もう12球団、まあ、本当、一ファンとして、野球のファンとして、はい、皆様に現場のレベルで、選手の声をお届けできればなと、うんうん、皆様が何を聞きたいのかということを、本当にファンダイブで聞いていきたいなと思ってます。あ、なるほど、はい、お願いします。はい、皆さん、また、はい、ありがとうございます。とかいた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 来た来た。これは元プロ野球選手の杉谷健一。元とか言うなよお前。どうぞ、どうします。今年もしっかり頑張ります。しっかり頑張ります。いや、頑張りますじゃないよ、はい、早くない上がるの。いやさっき特集やって、うん、今日ピッチャーもやることやったんで、今日ブルペンなかったんで、はい、どうですか、お腹。まあ80。あ、でもあれだね、あの時よりはちょっと締まってきたね、うん、俺が逆に出てきちゃったからまずい。ラーメンばっかり言ってるじゃないですか。やばい、マジで。大丈夫ですか、会食も多いし。会食多いのよ、本当に。なんかやだな、俺これから今ヤスって呼んでるけど、はい、山崎選手っていう立場になってこうやって山崎選手、今シーズンお疲れ様でしたみたいな。めちゃめちゃやりにくいよ。あれですよね、高校時代の。そう、はい、3年生で1年生、後輩。そうだ、僕はケンさんに古典のノートを。本当だよ。何ですかそれ。古典のノートを僕ずっと持ってるんですよ。ケンさんの。それ何でですか。古典の授業でやったやつ、うん、先輩の借りれたら、うん、ちょっとまあやってることが分かるから、うん、もう貸してやるよって古典のノートを渡したんですけど、全然帰ってこない。嬉しいな、安明会えて。そうですね、表情が一気にこう。さっきまでさ、俺本当分かんない選手結構いたんだよ。まあでも特にそうですよね。そうですね、そう、はい、詳しくないですもんね、正直。大使は会えてよかったし、はいはいはい、で、もう安明に会ってから帰んないと、ちょっとミッション頼まれてるんです。ありがとうございます。エスコバーもいますよ、今。どこに、中に。中にいます。 いいよ、エスキー会ったところだよ。なんでスギヤーって言ってました。エスキーいつもいいね押してくれてるからさ。ちなみに矢崎さん、杉谷さん今回、はい、TBS の WBC 応援団ということで、
ファン代表用のファンとして。引っ張らないでください、やめてよ。どうやら家島に行って雨降らしたっていう。引っ張って。いや、ほんと足引っ張らないでくださいよ。もう二度と来ないでください。いやいやいや、見る価値がありますよね。ここでちょっと写真撮って。はい、お願いします。初日でしたけど、キャンプ取材、どうでしたか？いや、手応えありですね、これね。これなんか YouTube とかもうそういうのじゃなくてドキュメンタリー番組作れるんじゃないですか。杉谷密着、杉谷密着のドキュメンタリー、これちょっと検討します。情熱大陸でしょ、だって。いやいやいや、初めてファイターズ以外の、野球のキャンプと見させてもらいましたけども、うん、なんかあ、こういう風に練習の仕方してるんだなとか、新しい練習の仕方してる姿も見させてもらいましたし、すごく勉強になりました。序盤は緊張されてましたけど、はい、どうですか、明日以降はどんな。いや、変わらないと思います。やっぱり行ったことのない球団に行くのですごく緊張しますし、で明日オリックス、ソフトバンクですか、オリックス、まあ、福良 GM、 中島監督、まあ、一緒にやってますけど、すごく緊張しますね。はい、久しぶりにお会いするので、はい、わかりました。なので明日以降もお願いします。よろしくお願いします。お願いします。